なんか今日はカラオケ店で動画を撮るんやけども、はい、本来であればマイクがね、こうピンマイクを買ったからピンマイクで撮ろうと思ったけど、なんとコンセントとかしててなんかうまくできひんから、結果的にはこのようにカラオケのマイクを使ってお話をすると実はこれまでもね、外ロケというのは何度かやっておりまして、川に行ったり海に行ったりいろいろやってるんやけども、全て音声の乱れによるボツとなっておりましてそうですね、なかなか動画が上がらない事件がね、多発しておりましたね。今日の企画内容を教えてください。今日の企画内容は、はい、ヒロシキーズ VS アンチコメントです。結構久しぶりやな、前そんなような動画やってたね。アンチかどうかも分からへんしな、アンチというか、まあ、好き気で改善してほしいなって言ってるパターンもあるし、何でもかんでもな、アンチと決めつけて、こう悪者として扱うのも良くないし、ましてやこうやって動画でそういう挑発的なコメントとかそういうものに対してわざわざ答えるっていうのをやると本人らが気持ちよくなるやん。でもさ、アンチのコメントなんかほとんどつかへんねんけど最近。でもなんかウェブ見てたら、ヒロシキーズはなぜ嫌われているのかっていうサイト見つけて、何で嫌われてるの？本当だって嫌われてる前提なんそれ。ちょっともうヒロシキーズだけなの？ヒロシキーズだけに特化したサイトってこと？多分そうだと思う。サイトというかブログみたいな感じ、まとめみたいな。まとめまとめられてるの？ちょっとショックやねそれ。ちょっと見てみたのよ、なんだろうと思ってみたら、ぶっちゃけ日本をよく言えば再生数を稼げる、日本がいいと言うと10万回再生はいくなどという本音を言ったことでもう炎上してしまったという見解もあります。あれ私ロシアで生まれて関西のノリが入っているから、その分タチが悪いのかもしれないなそして下ネタが多すぎるという点もピロシキーズが嫌われる理由の一つでしょう。全部やん我々の特徴全部やん我々自身、ピロシキーズ自身がダメなんだね。じゃあそのサイトにはじゃあどうしたらいい的なこと書いてんの？改善法は書いてません。書けよ改善。じゃあ無理ですね。じゃあ改善できません。だって別にロシア生まれを改善することできひんし、ね、本音をしゃべるキャラっていうのは別に改善できるけど、それはほんまに炎上したかそんなんでって感じだもんな。炎上した覚えがないんだよ。わざわざサイトを作って書いてくれてありがとうございましたありがとう、大変に感謝している。やっぱそうやってな書かれることが素敵なことよ。でも鳴らしたくなったけど、これプッてやったらすっごい良い音になるから。やるやん。なんか分からへんけど、とにかくその人を貶めようとしか思ってないのが批判で、批評やったら一回受け止めて、あこれ改善できそうやなと思ったら改善してもええし、これは改善する必要やっぱないと思う、これ自分の個性やからと思ったら改善せんでもいいと思ってます。はい、なので改善案がなさそうなものに関してはちょっと大変恐れ入りまですけども、どうしようもないので受け止めることはできかねます。ヒロシキーズ好きだけど興味関心を引くための動画タイトルだけは各配信者に言えることだけど、いまいち、特にやめる詐欺とか謝罪詐欺みたいなやつ一気に冷める。よくやったね、謝罪動画2つ出したもんね。謝罪詐欺はでもあれはもう選んでやってんだもん。やらんかったらそれやらんかったら再生されへんのも再生されへんかって金にならへんねんだからさ、だから別にそのまあ、ね、すみませんだからもうあらかじめ宣言しよう、サムネはもうあの詐欺です。今のこれ見てくれてる視聴者には分かってもらうように、もうサムネは詐欺です詐欺です。詐欺してます、よろしくお願いしますでも謝罪も別に詐欺ちゃうで。謝罪してんねんから。見てみる。じゃあヒロシキーズ精神崩壊の危機、限界だわ。まあでも私たちの精神どうなってるの。まあでも後ろね、あの精神崩壊してるから。そんなの嘘ついてないわ今見てるけど。ということで、もうすでに改善済みの様子。昔はね、すごい詐欺があったかもしれへんけど、まあ改善済みの様子ですので、どうぞよろしくお願いします。ご安心ください。まあてか、もうサムネとか関係ないから、もう毎回全部再生してください。以上ですそう再生していただけたらもうサムネ詐欺入っていくと思います、まあその今から紹介するのは最初の方の動画。一番最初の動画から見てたのね、コメントを。多分久しぶりに一番最初の動画を見た人がいるんだろうね。そのコメントでアレちゃんに初回からガム食ってて草
全然アンチちゃうよ。でもこれを改善するまでも時間かかってんで、ずっと言われとってガンゴーなカムナカムナって。そしたらアリちゃんはやっぱどっちかっていうとこういう可愛いキャラをやってるけど向きになるタイプなの。アリちゃんにもうガンゴー我慢ときって言ってんのに、なんで私が誰かに行動を止められなきゃなんないのって言って、別にガムがなかった日にわざわざガムを買ってきて、ほら見てみそれで撮影に挑んでた時期もある。それは違います。ちょっとだらしない格好でいるとかさ、ちょっと一緒やんか。もっとちゃんとなんかスーツ着てほしいわとか思った。でもそう、それちゃんとしとったらもっと好きになれるのになってことや。だからそれちゃんとして好きになってもらおうっていう気はない。自分のことをそのままのありのままのそのままの普通の自分を好きになってくれないから。そんな人なかなかおらへんで、世の中ありのままの自分を好きになってくれる人なんて少ない数よ。しょうがないな。ありのままのわがままアリちゃんも好きになってくれってこと。そう、このどんなありのままの姿なんか、ちょっとありのままにしてよ。ね、めちゃめちゃさ、なんか例えばさ、私はこういうタイプなんですよって言っていろいろ作り込みすぎてしまうとさ、どっかで絶対ボロ出てくるわけやんか。そういうボロが出てきた時にもうありえへんわ、こんなするような人だと思わんかったって言われるのが逆に傷つく。それはいや、こういう人間なんです、私はもともと、ね、私はもともとこういう人間なんですよ、今まで頑張って作ってたんです、うん、でそれをボロポロって出てきた時にうわありえへんわって言って、今まで私は苦労してきたのにちょっとしたこう小さいことで嫌いになるのなんか辛いから、私はもうじゃあ最初から出そうかなっていう、ね、なるほどね。まあでもな、その気持ちはわからんでもないわ。その一回ついたファンが離れていく方が誰もつかへんよりも悲しいことやっていう気持ちはすごくわかる。みんなな、アイドルとかいろんな人気の子おるやん、 YouTuber とか、あれもみんないろいろ作り込んで作り込んで皮かぶってな、やっぱ方形の状態になってるわけ、みんな。確かに方形なのよ。そう、ズル抜けになった状態ではなかなか好きになってくれへんから、やっぱどうしてもみんな皮かぶりがち。でも皮の中にはいろんな色の人だけの個性みたいなものがあって、ビッチさんちょっといろんなカスが詰まっているみたいな感じ。そんなことないよ。思ったら違う。何勝手にペニスに例えてんの。あんたが方形言うか。まあ、とにかく変に期待せんとって。我々はクズです。生きるクズ、何も言うことはないです。そこまで言ってないよ。そこまで言うていいよ、もう本当に。確定申告するときちょっとでも多く返ってこうへんか、あ、これは経費できひんの、これは経費できひんのって言いまくってんねんから。それはやめて。ちゃんと税理士に相談してる範囲やからね。脱税はしておりませんよ、一切。発信されている内容をよく聞くと納得できるものもありますが、やはり印象が良くないのは口汚い言い方なんでしょう。口が汚いと口が悪い。あ、そう。まあ、ただはっきり言ってるからそう聞こえるのかなと思ったんだけど、そんなん言うたら、でも言うとった時みんな喜んどったけどな。ほんまやね。ほんまやね。え、だからさ、差別発言とかやめたいなと思ってるね。それ言うと、毒舌、不平不満、悪口ばかりで聞くに耐えません。本音でも建前でも正直聞いていて息苦しくて面白くありませんっていうコメントもありました。あれ、そんなん言ってたっけ。あと結構いいやつも言ってるけど、でももちろん悪いことには不満を言う。でもあれやろ、不満を言ってるのしか見てないね、あんたが。そこしか気にならへんから、それしか見てないから、それしか言ってない、聞こえんの。君まるさんおるやん。であれって高齢の方に人気やんか、うんうん、でも君まろさんはずっと高齢者をバカにしたというかネタにしたお笑いをずっとやってんね、うん、ちょっと高齢者をひねってもうすぐ土に入るからなとか言ってそれがバカみたいな、そういう笑いをとんねんけど、あれを高齢の人が見て笑う理由って自分のことをほんまは言ってんねんけど、そうじゃなくて自分以外の高齢者のことに確かにって思うけど、そうは言っても自分は言われてると思わへんから笑えるらしい。あ、そうなんだ。うん、だから受け止め方次第なんちゃう。例えばやけど、おっさんってもうこういうとこ嫌やわーって言うやんか、うん、でそうなった時におっさんがそれを見とったら、クソおっさんをバカにしやがってって言うけど、まあ、でもそれは何歳からっていうのも、その人によって30歳になってて自分のことおっさんと思ってる人はもう自分で言われてるって思っちゃうし、一人一人違うおっさんやから、もちろんある程度はこういう傾向があるよねっていう意味で言ってるところはあるけども、必ずしも全員にも言ってるわけじゃないから、わざわざ言わんでもええけどな。だって毎回さ、おっさんってこういうとこ嫌やな、まあこうじゃないおっさんもいるけど、外国人ってこうよね、まあこうじゃない外国人もおるけど、ロシアの女ってこうよね、
まあもちろんこうじゃない星の女もいるけど、もう全部につけるの面倒くさいから省いてるだけで、当たり前すぎない、全員がそうじゃないっていうのは、当たり前のことをわざわざ言わないと判断ができないようなおつむなんでしょうか。意見がコロコロ変わったみたいなのがあったか。まあ、それにコロコロ意見が変わるっていうことを言うんであれば、それは変わりますよ。昨日と今日で言ってること変わりますよというのを何度も言い続けてますよ。私はね、まあ、基本的にね、今を生きてるのでね、過去何を考えてたっていうのはもう毎日変わるわけ。一つの物事をいろいろ考えとったら、深く考えれば考えるほど真逆の意見が出てきたりね、でそれをさらに深く考えたらまた元の意見に戻ったりね、コロ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 変わるよ。私はブレてます。だからブラスと言います。それは違うよ。小腹ブラスの間、小腹むしろカッコがついとって、意見をブラス、小腹意見をブラス。違います。うちは確かに本当に一部だから目立つけども、普通に応援してくれるコメントの方が圧倒的に多くて、まあピロシキズはなかなか毒を吐いていて面白いっていうコメントもあるし、下ネタが面白くてなんか大好きですっていうコメントとか、久しぶりに多分セカストを上げた時に待ってましたって、やっぱりこういう動画を見るとなんかすごく実家に帰ってきたような安心感があって、嬉しい。それは私ますっていうコメント、みんなラブ。